好きな島言葉教えてください。こっちサビラ止めることが好きなんで夜ご飯は4号とか5号ですね。だからこの体があるんです。ハイタイ、今日のうまんちワードはこちら、中小企業の強い味方。日頃から悩みを抱える事業者の皆さんや、これから新しい事業を始める方、必見です。商工会や商工会議所という名前を皆さんも聞いたことがありますよね。この2つの組織は企業に対して経営相談などを行う任意の経済団体です。経理、税務、経営、労務、法律といった専門的な事柄についての相談や、経営上の不安を解消するお手伝いをしています。主に会員企業を巡回して経営改善のための指導をしたり、各種研修を定期的に開催しているほか、物産展などで県産品の売り込みも行っています。また融資や教材などの窓口になるなど、会社を運営していく上で様々な助けとなる組織です。県中小企業支援課の安信さんに伺います。安信さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この商工会と商工会議所ですが、そもそも2つの組織の違いは何ですか？そうですね、細かい要件の違いはありますが、簡単に言いますと、原則として市の区域で活動しているのが商工会議所で、町村区域で活動しているのが商工会です。県内には那覇、浦添、宮古島、沖縄の4市に商工会議所があり、一方商工会は市町村に34あります。それぞれの会員数は、商工会議所の地区がおよそ1万人、商工会の地区がおよそ2万人となっています。実際に会員になった場合、どのようなメリットがあるんですか？例えば巡回指導を受けることで経営管理や事業が円滑になり、さまざまな融資制度の斡旋も受けることができます。また会員の中にはいろいろな業種の方がいますので、異業種の方々と交流することによって新たなビジネスチャンスを見つけることができるかもしれません。さまざまなサポートが受けられるだけでなく、事業者同士の交流の場があるというのは心強いですね。そしてこの商工会、商工会議所の会員になるには何か条件はあるんですか？特に難しい審査があるわけではなく、原則として商工会、商工会議所が設立されている市町村内に事務所、店舗、工場などを有する事業者であれば、規模の大小に関わらず誰でも加入することができます。わかりました。というわけで、事業者の強い味方、商工会と商工会議所についてお伝えしましたが、悩みを抱えている事業者の方、またこれから事業を始めようとしている方、まずはお気軽にご覧の窓口までご相談ください。続いて県からのお知らせです。沖縄科学技術大学院大学では、 OIST サイエンスフェスタ2016を11月27日に開催します。びっくり科学実験や世界レベルの科学者による講演会など、子どもも大人も楽しめる内容となっていますので、ぜひご来場ください。県では平成28年度保育士合同就職説明会を実施します。イオンモール沖縄ライカムや沖縄労働局など計5会場で開催します。たくさんの方のご来場をお待ちしています。沖縄県社会福祉士会では、社会福祉士のお仕事について学ぶセミナーを11月19日に開催します。各分野で働く社会福祉士たちがその業務内容を説明します。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者にプレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。うまんちゅ広場はインターネットでもご覧いただけます。こちらへぜひアクセスしてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。一平二平デービル。好きな食べ物は何ですか？春巻きです。